はい、じゃあこれでお願いします。はい、お願いします。回してください。ありがとうございました。トラック2。本番。本番。いきますよ。よーはい。はい。小杖ちゃんと仲良くしてる？別に仲良くなんてしてないよ。ちょっと親切にしてあげなさいよ。越してきたばっかりなんだから。あんなに可愛いんだから仲良くしてるに決まってるよな。ちょ、やめろやめろよ。はい、いいえ、はい、完璧だ完璧だ。自分で言うからもらってください。自分で言うから。じゃあ次はどっち行きます？アケメ向け。どうやら僕はどんどん大人になっているらしい。サトシ、うお、あ、サトシおかえり。ねえねえ、サトちゃんお父さんの子だから女の子好きなの。やめてよね。大人になりたくないサトシが出会ったのは子供。私たちは同じ年齢の子供。何でも撒き散らす不思議な転入生。死ぬってことを知るために土星の近くの星から来たの。土星？小杖ちゃんと仲良くしてる？あんなに可愛いんだから仲良くしてるに決まってるよな。なんでついてくんだよ。サトシのこと見てたいから。帰りのバス。うちの父ちゃん浮気してんの？みんな知ってるよ。母ちゃんでさえ知ってる。不潔だよ。大人になんかなりたくないのに体はどんどん変わっていく。体が変わるのって面白いよ。それが大人になることなら私は楽しい。彼女が巻く奇跡に世界は美しく輝き出す。誰かがそう信じてほしいことを俺は信じる。個性、こっちを見て。みんな変だよ、お前も俺も。今を生きる大人たちへ送る再生と感動の物語。マクコ。カズエ、アデリバイジェットだ。